にはいいわね、こういうのも。見て見て、マットとパラッパが釣りをしてるわ。釣れた釣れた、また釣れた、あまただ。面白いように釣れるな、大漁だ大漁だ。それ今日だ、柔らかい。くっそー、今度こそ、おーと、きれた、そりゃー。おきた、味方で小物とわかるよね。うるさいな、大物だよ、大物。何が釣れたの、パラッパ。ペンダント。どう見ても安物よ。汚いし、とっても綺麗。じゃあこれサニーちゃんにあげる。本当嬉しい。どう似合う、ちょっと綺麗かも。安物じゃない。おいみんな、なんなのこの人、いきなり現れたぞ。ほとんど裸だね。ちょっと待ってみんな、周りを見て。え、この人に聞いてみよう。もしもし。臭い臭い、酒臭い、ものすごく臭い。やかしい、これが飲まずにいられるかってんだ、ベロボメ。悔しい、悔しいだよ。泣いてるよ。かわいそうに。しかしまた偉い時代錯誤な格好だね。何者だお前たちは。怪しいものじゃないよ。そっちこそ怪しいかも。それにすっごく臭い。俺が見えるのか、お前たちには俺の姿が見えるのか。ダメだこりゃ、誰か別の人に聞きましょう。めそのかくは。なんなんだこの人。じゃあ僕たち先を急ぐから。さよなら、バイバイ。行くな、俺の話を聞いてくれ。わかったわかったよ、うるさいな。パンパカパン、愛の騎士イーレイ、悲しみと忘却の果て、疾風怒涛編、イエーイ。わー、パチ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 。なんで紙芝居なわけ。俺様の名は愛の騎士イーレイ、隣国の王より密命を受け、姫を暗殺しにやってきた必殺の凄腕殺し屋だ。忍者のごとき素早さでたちまち城内に潜入。かっこいい。周りに護衛もなく庭の花などを摘む迂闊な標的を俺は見逃さなかった。100フィート先を飛ぶ鳥の真の像を1インチのズレもなく撃ち抜けるというし、牛乳の蓋も開けるイーレイの槍、こいつの方向を再び聞く時が訪れたのだ。標的を狙うときは全神経をターゲットに集中させる。獲物の動きを予想し、思考を先読みするのだ。この間、標的と俺との距離はゼロインチ。一心同体だ。この瞬間、その瞬間俺は、恋に落ちた、この美しい姫に。おい、寝るな、そことそことそこ。さて当然姫もまた俺に恋をし、二人はお互いに深く愛し合うようになった。しかし100年にわたり対立の続く隣国との姫との恋など実るはずもない。
姫は幽閉、俺は国外追放。俺は呪った！民を、国を、世界を！そして姫に永遠の愛を誓って湖に入ったのだ。おう、悲しいね。今の話が全て本当だとしていくつかの矛盾点があるんですが、まず最後、あなたは湖に入って死んだことになってますよね。最後まで俺の話を聞いてくれ。このままじゃ死んでも死んでたんだ。ゴールでさえわかった。いや、ゾンビじゃなくて悪い例じゃないからいい例。でもこれ以上話すことあんの？よくぞ聞いてくれました。続きあんのか。パチパチパチ。死んでも死にきれん俺は案の定成仏できず幽霊と化した。そこには俺を亡くし悲しみに暮れる姫、姫は王家に代々受け継がれる美しい大事なペンダントを俺への弔いとして湖に投げ入れたのだ。それがこれだ。いい話じゃない。素敵ね、羨ましい。じゃあやつもんじゃなかったのね。俺は姫に永遠の愛を誓った。姫も同じように俺を永遠に愛してくれるものと信じていた。それなのに、それなのに、それなのに姫は今日別の男と結婚するんだ。ひどい。ちょっと姫様ひどくない？でも政略結婚かもしれないわ、お国のために。そうよね、なんかこう時代かかってる感じだもんね。で、ちょっと待って、なんか変よ、忘れてない？ここは一体どこなの？なんで私たちがここにいるの？は？ひ？ほ？はい、説明しようかな。早くしろ。姫と隣国の王子の縁談が決まった日から俺は焼け酒を飲んで飲んで食って食って吐いた。汚い。泣いて泣いて泣きくれた。いやー、鼻水。俺の愛の大きさに比例して涙の量も宇宙一って感じだ。すごいな、宇宙一だよ。俺の涙で湖が一つできてしまったほどさ。本当かよ。俺は叫んだ。俺の死は、俺の死は一体何だったんだ、バケ野郎。こんなもの、こんなもの、こんなものいるか。と、俺はペンダントを湖に投げ捨てたのだ。だから何？聞いてないんだよ、そんなこと。ねえ、続きは？だからこれがイーレイの捨てたペンダントなわけで、それをパラッパが釣ってサニーがつけたら、私たちここに。ここってどこ？ここって、ここって、ここって。ああ、そういえば歴史の教科書に同じ格好してる写真が。あった、これだ。今から200年前、なんたらかんた王国ニーサッパラ時代の戦士の衣装だ。ということは私たちはここに。ワープしてきた。瞬間移動、舞台セット、人体自然発火、トイレの紙、パラレルワールド、いや、タイムスリップだ。が釣りをしてたんだわ。じゃあ釣りをすればいいんだな。よし、次だ次だ。ダメだ、何も起こらないぞ。どうしたらいいのかさっぱりわからないわ。もしかしたら釣りとは関係ないのかもしれないわね。みんなみんな見て、すごい大物だよ。何してんだよ。それどころじゃないでしょ。そっか、今度こそ本当に大物だ。うわー、べちゃべちゃだよ。パラッパー、お前みんなワニ料理でも。いただきます。
ペンダント綺麗ね。だんだん羨ましくなってきたわ。おいおい、こんなのんびりしてていいのか。今日結婚式とか言ってただろ。おいみんな、またタイムスリップしたの。そうみたいね。ああ、ここは姫様のお屋敷。誰か来るわよ。隠れた方がいいんじゃないの。姫様、かわいそうに。今からお国のために政略結婚させられるのよ。ええ、愛する方を失ったばかりだというのに。お父様もすごいお方。でも姫様のその元彼ってのが冴えない下っ端のヘッドって言うじゃない。それじゃあさすがにね。何その顔が変なのよ。どうやら都合よく結婚式直前にタイムスリップしてきたみたいだな。すごいラッキー。いいね、ラッキー。それにしても他人の空に行ってあるのね。口の悪いところまでそっくり。姫様、お時間でございます。ニーサ姫様、いよいよですわね。ケイティそっくり。でもなんでサニーがお姫様で私が召使いなの。あら、お似合いじゃなくって。はあ、サニーちゃんが2人。あらあらあら、あら、あ、僕はどっちを取ればいいんだ。いや、そんなこと言われても。あ、金だ。結婚式始まっちゃうわ。どうすんのよ、イーレ。こんなところでグズグズしてる場合じゃないわよ。まあ俺を見ろ。私はもう死んでいる。さあ姫様。そうか、幽霊だから姫にはイーレの姿を見ることもできないのか。かわいそう。わかったわ、イーレ。もうこうなったらあれしかないわね。あれ？あれって言うと。やっぱりあれ。私嫌よ。あれって何？いや、あの立ち上げを見ろ。 DJ にそっくりだ。大事な時に寝そうだよねっていうか、すでに寝てるじゃない。これが両方の不幸ね。仲悪そう。違うわね。火花の量が。そういえばパラッパとマットのそっくりさんがまだいないね。決まってるじゃないか。僕が新郎だよ。わかんないわよ。意外とパラッパだったりして。え、僕が新郎。本当なら俺は今頃。かっこいい。それでは新郎の入場です。何？今がチャンスよ。作戦。来たサニーちゃんが2人。この2人を妻とすることを誓うか。誓います。ウェディングドレスの兄さん。でって、とりあえずこういう時はそっくりさんを身代わりに立てるものじゃないかしら。それでその後どうするの。どうってケイティ、どうすればいいの。何者じゃお主ら。老人者じゃ。出会え出会え。ダーリ様じゃの。なんたらかんた王国の国王様よ。こんなの決まってどうつけてくれるんじゃ。悪い。なんじゃと。十分カップ王国の国王さんよ。何の文句があるんじゃ。むしろこの弱っちいじじい、うちの兄さん姫とどう釣り合いを取るつもりなんじゃ。ボケ。言うたぞこら。さてにでとりや。おお、何遍でも言うたるわ。来るわ。待って待って、落ち着いて。
私のせいなのだ。え？もうやめようよそれ。この世のすべてを呪う私の暗黒面はついに地獄の悪魔を呼び出した。私は悪魔と契約して得た力をペンダントに込め救世主を呼んだのだ。それが僕ら救世主大王。大王様、僕が大王様。おー、パラルパン様。あー、いいね。もう一度会いたい。こんなに近くにいるのに二人は会えないのね。おー大王よ、お許しを。私はいかなる罰でもお受けします。でもどうかご慈悲を。泣いてる人、え、パラッパにそっくりよ。あれは一番位の低い歩兵だな。歩兵、いいね、生きてたのね。兄さん姫、うん、すごいわ、兄さん姫にもいい霊が見えてるのね。幽霊じゃなくなったんだわ。ということは人間になった。いい霊おめでとう、いいね。リーサ姫、永遠の愛をあなたに。いいね、私を連れて逃げて。どこまでもついていくわ。見て、大王様もお祝いの踊りを舞っているわ。すべてが美しい。あそこに溺れてる人、マットにそっくり。ああ、あれは兵士ではない。なんでもない人だ。さようなら、イーレ。ニーサ姫。幸せにね。さようなら。バイバイ。みんないいな、サニーばっか。羨ましい。すごい。そうか、この教科書に書いてある通りだ。200年前にうんたらちんぷん両国は洪水で沈んでいる。本当のことだったのか。おーい、みんな。あれ？何してたんだっけ？あー、そうだ！みんなー！いい霊だ。でもなんかもっと楽しかったり悲しかったりしたような気がするな。あれ？何これ？どうしたの？綺麗ね。今気がついたら手に。
ボクシーボーイの占いによると、今日の僕は超ウルトラスーパースペシャルラッキーボーイ。ってことは回転寿司食べ放題だと思うかい？まあいいや、次回は何皿でもいけるよね。じゃあね。